静かな夜の中で夢でも見ているかのような月の光に導かれてもっと近く近くここから先はもう戻れないこと知って本日は、キャッシュボックスが配信ライブを始めてから1年経ったということで、おめでとうございますと、そして、今までたくさん試行錯誤とかあったと思いますので一旦お疲れ様でした。私自身ね、キャッシュボックスの配信企画にも出させていただきましたし、このキャッシュボックスの、ミュージックスタジオ、じゃあ配信スタジオクランプで、去年の10月からみゆきみゆのピアノブログという企画を、やらせていただいたりして大変お世話になっております。なんかこうやっぱそれまでねあんまりこう配信に慣れてなかったんですけど、こうよりねなんていうかな、配信を通してこう皆さんとのなんていうかな、こう新しい関わり方とかも分かったし、何よりこう配信の楽しさなんかも、知れてすごくいい1年になっております。そんなお世話になっているキャッシュボックスに本日は、感謝の思いを込めて、そして、聞いてくださっている皆さんにも、心を込めて歌っていきたいと思います。本日は最後までよろしくお願いいたします。
1曲目甘い世界をお送りしたんですけれども、皆さんお気づきでしょうか。コーラス入ってるんですよ。ですね、本日撮影榎田俊介さんが、してくださっておりまして、撮影しながら、マイクをその場に置いてコーラスしてくださっております。そのさっき言ったピアノブログでもね、一緒に歌わせていただいたりとか、でこの甘い世界もコーラスしていただいたりして、すごいこういい感じに彩っていただいて、どうもありがとうございます。はい、では、早速、盛り上がっていきましょうということで、ちょっと元気な曲を1曲やりたいと思います。オープニングソング聴いてください。知ってると笑顔になる、こんな笑ったのいつぶりだっけ。最近の恋愛事情から、家族のこと、将来のこと、ゆっくりじっくり話そう。oh, oh, oh, oh. この夜は君との距離を縮められしているだから、もう一杯おかわりしよう。まだまだこれから、この声を君に届ける。今夜は退屈ってなんだっけってなるくらい素敵な夜にしよう。オープニングソングでした。はい、もう早いもので今年明けてもう3月なんですよね。3月なんですよねっていうか、もう3月の中旬なんですけど、花粉症の方いらっしゃいますか。私去年から、あ、去年じゃない、一昨年から花粉症と診断されてしまいまして、仲間入りしました。今年すごいね、来るの早くて、なんかすごいこう戸惑いを隠せない、そんな3月を、過ごしてるんですけど、先日ね、電車に乗ってたんですよ。で、私電車の中が一番ね、ちょっと鼻にくるみたいで、ちょっとティッシュが大量に必要な状態になってしまいましてね、すいません汚い話で。で、でもね、なかったんですよ、ティッシュが。こうカバンの中探してもなくて、で結構ね、めっちゃ焦ってガサガサガサってやってたから、結構周りに見られたんですけど、なくて、わ、どうしようって思ってたら、目の前に座ってた年配の女性の方がですね、自分のカバンからポケットティッシュ取り出して、しかもね、アルコールスプレーでちゃんと除菌をして、これ使ってって渡してくれたんですよね。なんかすごい、もうただ一言、わ、素敵な人やなと思って。で、なんかあんまりそんな、なんかこう赤の他人にそこまで親切にこうしてあげてる現場とかってあんま見ないじゃないですか。だからすごい、それがしかも自分にこうもらえ、そういうなんか思いやりもらえたんやと思うと、すごくハッピーな日になったんですけど、なんかこうね、人のぬくもりをもらって、こうまさになんかこう心にじわっとくるようなこう温かさっていうんですかね、ぬくもりを、そんな気持ちをもらって、なんか自分もそんな風に人生ね、生きていきたいなって思いました。まあそんなね、気持ちを届けられる、アーティストでありたいなと、思った、そんな日だったんですけれども、次の曲、現在みゆきみゆ
3月と、4月の中旬まで、約、2ヶ月間、週1新曲チャレンジ、毎週1曲新曲を、公開するという企画をやっております。で、すでに2曲公開されしたんですけれども、その、中から1曲、お届けしたいと思いまして、で公開するときはデモ音源としてワンコーラスで公開しているので、今回もちょっとワンコーラスだけでお届けしたいと思います。タイトル、フリージア、お花のフリージアからつけました。フリージアって結構なんかこうたくさん花言葉があるんですけれども、その中で、親愛なる女王という、花言葉があったんで、私は、友人に向けて、その親愛なる女王を、込めて友人へ向けて作りました。では聞いてください。じゃあまたねとさ、フリージアでした。ありがとうございました。こんな感じでね、デモ音源として公開しております。で、公開場所なんですけれども、みゆきみゆ現在、みゆきみゆって言い過ぎ、私現在、みゆキャスナイトという、ツイキャスラジオ配信を、毎週月曜日と木曜日の夜11時から行ってるんですけれども、その毎週木曜日の回の方で、新曲を毎回公開しております。で、公開した、公開済みのものは、YouTube にも動画として、上げておりまして、今歌ったフリージアとその前に歌った新曲、曲も、動画に上がっておりますので、ぜひ YouTube で、みゆきみゆチャンネルと検索してみてください。私がこうやって映ってますんで、それをぜひチャンネル登録して、見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では、ここでしっとりした曲を、1曲お届けしたいと思います。夜道を歩いていて、こう夜空が綺麗で、誰かこう大事な人を思って胸が温かくなる、そんな瞬間を歌った曲です。愛を連れて聴いてください。Thank you.
れて愛を連れてでした。はい、では、君ゆは次のソロは、ソロのライブ今月の3月27日土曜日、染野京都さんと、このキャッシュボックスの、コラボ企画、染野ボックスというイベントに出演させていただきます。2会場、その2つの会場で同時にイベント開催するので、こうなんて交互にこうライブして、そんなん言わんでもパブリックビューイングって言ったらもう皆さん分かってるんかな、私の方があれなんかな、追いついてないんかな、そういうの、パブリックビューイングができるということでね、スクリーンにこっちからは染野京都さんの様子をご覧いただけるようになってますので、キャッシュボック、染野京都さんで出演されるアーティストの方も、ご覧いただけるようになってます。で、その日配信も有観客と配信のハイブリッドライブなんですけれども、この27日に、私動員20名様を、目指しますと、SNS で宣言させていただきましたので、あと、2週間なんですけれども、ぜひ今日ねこのライブを、ご覧くださった方でいいなと思っていただけましたら、ぜひ、ご来場のご検討、お願いしたく思います。はい、で、それとですね、5月の15日土曜日に、こちらのキャッシュボックスでバースデーリリースワンマンを開催予定でございます。予定なんですけれども、そこで公開してきたこの新曲たちの中から数曲ね、フルサイズに編曲いたしまして、CD に収録して、それを15日のワンマンライブで、発売する予定 でございます。はい、なんでこの週1新曲チャレンジと、3月27、20名様動員、そして、
5月15日のワンマンライブまで全部合わせてこうぜひね、あのみゆきみゆの挑戦を応援していただけたら、本当に嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけでここまで本当にご覧くださった皆様ありがとうございます。そして、キャッシュボックス本当に1年おめでとうございます。これからもどん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 、頑張ってください。そしてこれからもお世話になります。よろしくお願いします。では、最後の曲お届けいたしまして、でそれが終わりましたら私、キャッシュボックスのツイキャスアカウントで、オンライン物販もいたします。物販買わないよっていう人も、コメントいただけたら、すごい嬉しいのでぜひぜひ遊びに来てください。では本日はありがとうございました。最後風と声聞いてください。私はしっかり聞いてるから。明日のことなんて今は忘れて、大好きな歌を歌ってみてよ。ここまで届くくらい大きな声で、飽きるまで。私はしっかり聞いてるから。どうもありがとうございました。みゆきみゆでした。この後も楽しんでね。バイバイ。